1キロは大体グレで言ったら、39センチか40センチぐらい、チヌだったら40センチぐらいの重さです。で、竿ははい、次は、1.5 キロにします。 1.5 キロは、魚で言うとチヌの、45センチぐらい、これで今 1.5 キロの水が3番節ですね。3番節と2番節の、つながるところ、でまあ、この竿はカーボンが、40% しか入ってないんで、やっぱりどうしてもこのつなぎ目のところっていうのが、弱くなります。でこの竿の、まあ、2号竿の、限界のところは2キロまで、2キロで折れたんで、まあ、1.78 キロくらいまでが限界だと思います。